魂の拳、さあ、あけぼろをどう料理するか、トンフライだ。アカウント203センチ210キログラム、あけぼろ。ファンを楽しませるのは今日が始まりだ。第64代横綱あけぼろ。放送席には須藤元気さんに入っていただいております。須藤さん、はい、楽しみですね。そうですね、ドンフライ選手下がらない選手ですから、はい、アケボノ選手相手にどういう戦いを見せるか。そしてアケボノはもうあとありませんよ。そうですね、アケボノ選手ももう本当に気持ちで戦うと思うんですけれども。さあ、谷川貞治さん、はい、そして船木正和さん、はい、お二方に解説をお願いしますが、谷川さん本当に楽しみです、はい、そうですね、今元気選手が言ったように、はい、ドンフライって逃げないと思うんですよ。はい、だから真っ向勝負いくと思いますから、はい、そういう意味では横綱明けもの選手はやりやすいんじゃないですかね。さあ、船木さんはどう見ますか。そうですね、同じですね、下がらないですから、思いっきり殴り合ってほしいです。とにかく殴り合いになる、組みやすい相手、はい、大抵ね、明けもの選手と戦う相手は逃げるんですよね、はい、とにかくボビーあたりもそうでしたが、はい、あの時少し戦意喪失だった横綱この明けものであります。しかし今日は獲物を狙うこの目がいつもより鋭い。いよいよ始まる、はい、ゴングです。アケボノ対ドンフライファーストコンタクト。いきなり殴り合いきましょう。横綱が、横綱が殴り合う。ドンフライのパンチが入りましたね。今入りましたね、さあ、もろ手出しにます。先に組みついていったのは横綱アケボノ選手の方でしたね、まあ距離を空けない、パンチをもらわないためにアケボノが詰めていくわけでありますが、ドンフライがパンチを繰り出してまいります。1年半イライラした時間を過ごしたドンフライがそのストレスを発散させるかのようにスタートしていく。お互い至近距離感ですね。どうですかこの殴り合い、須藤さん、はい、迫力ありますね。そうですね、ドンフライ選手パンチ切れてますね、はい、切れた、いいパンチですね。今いいパンチでしたね、とにかくドンフライがどれぐらいアケボノを苦しめる。おっと、アケボノ口からもう鮮血を流しています。アケボノ選手恐れずにですね、本当にアケボノ選手もいいパンチ持ってますから、はい、パンチ力はあると思いますから、積極的に打ってこですね。いいですね、はい、こういう形でとにかくドンフライも殴り倒す、はい、高山さんを思い出すわけでありますが、もうすでに10発20発と出ているでしょう。立ち技勝負ですね、この2人とも。今までとは少し違うこの第1ラウンドからここまでであります。おそらくですね、アケボノ選手にとって今の形が一番やりやすいと思いますよ。そうですね、相撲と同じなんで、ここからその立ち合いとか、あとはグラウンドになるとちょっと苦手だと思うんですよね、はい、だからここの組み合いだったらこの状態ですね、はい、プレッシャーをかけて、膝が効きましたね、膝が効きましたね。とにかくボブサップ戦が原点だと、そう思うわけであります。パンチに加えて、もうアケボノは今までのアケボノではありません。ドンフライがちょっと怪我そうな顔で、ドンフライはね、本当男同士のね、決闘やろうって感じで挑んでると思うんですよ。目をカーッと見開いて、このでかい相手に自分は下がらないぞと、はい、殴り合って勝ってやるって感じだと思いますから、とにかく今回は牛や馬を投げ飛ばしてアメリカで鍛えてきたと、そんなコメントをしていたドンフライであります。ちょっと距離を置いた、アケボノ出ていく、アケボノ元気です。本当にいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、赤コーナーにプレッシャーかけていくアケボノ。ドンフライがちょっと多い、アケボノ予想以上に来てるぞという感じがありますね、皆さん。結構スタミナ消耗してきてますね。あ、なるほど、効いてますね、効いている、アケボノのパンチ効いてると思いますね。ドンフライ40歳、そしてアケボノはこの9月8日で37歳になります。横綱もっとね、気持ち出していいですよ。そうですね、汗もね、苦しいと思いますけど、はい、苦しい中にもとにかく手数を休めず出していってほしい明け物であります。力少し血が見えている。サードしっかり獲物を狙っている両者、距離を置いて、どっちが出ていくんだ。リングの中央、ガード上げたいですね。ガード上げたいですね、はい、ちょっと下がって、左、右入りそうですよね、はい、場内はなんかどよめきにも似た。でもアケボノ選手パンチもいいですね。パンチもいい、はい、やはり須藤さんかなりやってきてますね、アケボノ、ね、そうですね、いつもよりなんかパンチのキレがあるんで、はい、何かこうインタビューでも試合前でも結果を残すのにそれしか言わないんですが、やっぱりやることはやってきた、それは裏付けられています。第1ラウンド、さあ、もろ差しの効果これ出てますかね、谷川さん。おっと出ていった、ロープに詰めるアケボノ。ドンフライが大きい口で1回2回息をしています。
最初はあけぼのがですね、もろ差しの体勢で肩を決めに行った、はい、そのあたり効果出てますかね。どんぐらいもややちょっと今顔を見るとスタミナが、ね、かなり体力きつそうですね。あ、そうですね、この圧力っていうかですね。ただコツコツとうまくボディは効かせてると思いますよ、どんぐらい選手の方が。やはり予想以上の圧力であります。とにかく一発が重いというそんなあけぼのですよね。さあパンチが効いてきています。どんぐらいの表情を見ているとそれが分かります。さあ、あけぼのこの表情だ。上から下を睨みつける。2メートル3センチと185センチ、210キロと110キロ、100キロの差であります。さあ、ドンフライが少し疲れているか。とにかくアメリカの期待を一身に背負ってここまで戦ってきたドンフライ。もうちょっとよく見て打つですね。さあ、しかしここまでは須藤さん、はい、やはりこれまでのあけぼのとは少し違う感じはありますかね。そうですね、距離感はあけぼの選手の距離というか、はい、うまく詰めて、はい、あけぼの選手も自分で休みながら、はい、ちゃんと前を見てやってるんで、おそらくダイナマイトで戦ってきた水辺の戦いよりも今日は戦っているというそんな実感が見えますあけぼのであります。レフェリーが分けます。さあ、肩で大きく息をした感のあるどんぐらい引いてからない方がいいですよ。第1ラウンドまもなく終了、あと5秒、気を抜くのあけぼの、獲物を狙っている。ここで第1ラウンド終了。あけぼのが素晴らしい立ち上がりを見せました。開始直後から的確にパンチをヒットさせたドンフライ。コーナーに追い詰められても落ち着いてボディを攻撃するなど、あけぼのに着実にダメージを与えていく。1ラウンドはドンフライ優勢。あけぼのの逆転はあるのか。まもなく第2ラウンド注目です。あけぼのをノックアウトするためにやってきた。とにかく今日の戦いの中で注目の一戦、ナンバーワンかもしれません、このあけぼの対ドンフライ。ファイナルラウンドに入る。もう頭が今入った。はい、リーチはあけぼの選手の長いですね。当たりましたよ、今当たりましたよ。当たっている、来ましたね。あけぼの表情中心に打ち破れている。プレッシャーかけていきます。あけぼののパンチが本当に当たっている。ボブサップ戦から進化したあけぼの。さあ、ファイナルラウンドに入り、残りこの4分数十秒の中でどう戦っていくのか。梅田さん、赤、あけぼのサイドはね、はい、リラックスしろと、戦い方はそのままでいいと、今日はパンチは切れているという見方ですね。なるほど。ジャブジャブジャブ、最後は追い込んでストレートでいけという指示です。そうですか。赤コーナー藤森アナウンサーです。梅田さん、はい、逆にこちらドンフライサイドなんですが、あけぼのは息も上がっているし怖がっている、はい、くっついてきても離れろ、離れられなければ足を使って離れろという指示が出ています。なるほど。青コーナーは蓮見アナウンサーです。やはりこれまでの戦いを見ればもうあけぼのは絶対にビビってるんだぞと、そう思わせるかのようなね、谷川さん、はい、指示ではありますが、まあ若干ね、まだその気持ちの部分で言えば、ドンフライ側から見たらそうでしょうね、はい。だからあけぼの選手はもっとガンガンね、恐れずに行けばリーチも長いですし、そうですね、パンチ力も半距離です、この距離で戦ってたら詰めない方が、詰めない方がいい、打った方がいいと思います。打ってった方が先にあけぼの選手に当たってると思うんで、打って出る、首突く、倒すか。さあ、あけぼのがロープにドンフライを追い込んでいます。とにかく1年半ぶりにドンフライはこのリングに上がる。この1年半は本当に辛い思いをした。体を癒すために治すために飲んだ薬の副作用で精神的にも参っていた。だからこそあけぼの戦が大事だと語ったドンフライ。一方のあけぼのはとにかくもう後がないというのは重々分かっている。だからこそこの次の試合、何か谷川さん、今日勝てばですね、はい、また新しい道開けるような情報も入ってますね。さあ、お互いちょっと今分けましたが、どんな指示が与えられるか。つかみが多いって、膠着が多いんで、もっと積極的にっていうことじゃないですかね。なるほど、ええ、注意が与えられました。やはりドンフライの戦法があまりここまでうまくいっていないというその裏返しかもしれませんが、打ち合い殴り合い、それを期待している代々木第一体育館。まあ、ドンフライとしては、はい、しょうがないですよね。アーケモン選手がこうやって詰めてくるんで、はい、まあ、これまであけぼのの体重が武器にも凶器にもなるという自覚があったんですが、
まあ、210キロのウェイトで臨んだこの試合、しかしそんなにあの体重の負担を感じないような感じもするんですが、皆さんどうでしょう。さあコーナーへ追い込んでいる明物であります。この戦い方なんですけども、明物選手負けはしないんですけども、はい、勝ちもできない戦い方ですね。なるほど。ここから何かと動かないと、もうちょっとね、あの須藤選手言うように、はい、離れて打ち合ってもいいと思うんですけどね。なるほど。もし組んだらテイクダウンとか狙った方がいいですよね、うん、そうですね、はい、何かしら組んだ時に何かしらアクションを見せないと勝利に結びつかないので、はい、殴っていくところまではいいんですが、そうですね、あこの右いいですね、はいはい、もうファイナルラウンドも2分を切りました。須藤さん、はい、これ決定打がない、そうです、ね、スカウトしなきゃいけないんですからね。結構明物選手パンチがいいんで、はい、自信持って打ち合った方が、はいはい、今日も会場入りからこのリングを確かめるまで余裕の表情だった明物。しかしちょっと呼吸が上がってきたか、しかしまだ目は生きています。かなり下のね、あーっと倒れた、アケモノ倒れた、スカートで上に投げ、サイドポジション、ドンフライ、サイドポジション、ドンフライ、はい、さあ、そして立ち位を振り下ろす、殴り下がる、ハンド、動いた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 、動かなくてはいけないアケモノ、動きました、しかし首を取りに行った、首を取りに行った、ちょっと入って、始まった、アケモノ、フロントチョーク、1ラウンド同様、2ラウンドも殴り合いに打って出た両者。しかし互いに決定打が出ないまま時間が過ぎていく。最後はアケボノのスタミナが切れたところを狙ってドンフライがテイクダウンを奪う。そのまま一気にフロントチョークを決めた。体格差をものともせず見事一本勝利を飾ったドンフライ。勝者だけに許された最高の涙だった。またもや勝利を手にすることができなかったアケボノ。この男が再び栄光をつかむ日は